はいそれではお待たせいたしましたただいまよりれいわ新選組共同代表によります不定例記者会見を始めますじゃあの共同代表の方からお願いしますはいみ皆さんお待たせいたしました不定例記者会見始めさせていただきます共同代表衆議院議員の櫛渕真理ですそして大石明子衆議院議員とともに今日は2人で記者会見させていただきたいと思いますまず 統一地方選挙を終えて、皆様にご報告をさせていただきたいと思います。令和新選組が初めて挑んだ統一地方選挙が終わりました。前半戦と後半戦を合わせて、令和新選組は公認三十九名、推薦八名、合わせて四十七名の議席獲得となりました。擁立した。 全体の数から見ますと約6割が当選という結果を出させていただくことができました令和新選組の旗を掲げてです、ね、果敢に挑んでくれた候補者とそしてそれを支えたボランティアの仲間たちまたそれをさらに支えてくれたすべての皆様に心から感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました いわゆる前半戦ではです、ね、政令指定都市やまた県議選という、えー、チャレンジでしたので、えーまあ、議席は獲得ならず、まあ、ハードルの高さを改めて再認識した選挙戦でしたけれども、まあ、これはしかし今4年後に向けてたくさんの,あの成果と課題を得ることができた選挙でした。そして、えー、続くまあ後半戦ですけれどもあの令和新新選組のたたな仲間たちを 全国の地方議会に送り出すことができた、その意義は大変大きいものと受け止めています、えこの国の選挙は、まあ、皆さんもご存知の通おり、まあ、本当にですね立候補のために仕事を辞めたり、あるいは高い供託金を払って、本当に一部のお金がある人や、あるいは組織のある人、こうした強い人たちに、えー、有利な選挙システムであります。 一方で、ですね今回の統一地方選挙を通じて選挙にいわば素人と言われる市民一人一人が汗をかいてそして党本部の選対の補佐チームやあるいは議員賞のサポートを受けて選挙ノウハウこれを獲得した市民一人一人が本当にですねみんなが力を合わせて草の根から政治勢力を取り戻した政治力を取り戻した。 まあ、こうしたれい新選組の統一地方選挙になったと認識しています。えー、このプロセスをですね、私たちは着実に一歩一歩、これからも、ま愚直に歩んでいく決意です。えー、自公政権によって、まあ、本当にですね。こうした草の根の市民一人一人のためではないと言える、まあ、政治が、まあ、ずっと横行してきていると思いますが。まあ、そうしたことにノーと思っている、市民の皆さんの声が。 まあ、令和新選組が受け皿となって地方に広がっていった、まあ、そうした結果ではないかと受け止めていますあのこの間ずっと国会でもですね予算委員会私たち議論を尽くしてきましたそして最後まで、まあ、牛歩という形で抵抗してまいりましたけれども本当に国民生活の底上げあるいは 経済の再生にはならない形で一部の人たちのためだけの政治になっているそれを反転させるこうした地方の声をれいわ新選組の旗を掲げた候補者たちのもとにですね全国中の皆さんが支持をしてくれたのではないかと思っております私たちはこうしたあの政治の今の現状をです、ね、反転させてそしてこうした政治を変えることはできるんだそのことを愚直に しっかりこれ諦めることなくこの先もですね全国に誕生した仲間たちそしてボランティアの皆さんと前進していく決意ですぜひ皆さんこの先もご注目をお願いいたしますこの国を変えるのはあなたである街づくりをしていくのもあなたであるあなたが主役なんだそのことを示した選挙であったと思います皆さんもよろしくお願いいたします ありがとうございます。もう共同代表からはそれでよろしいですか。はい。じゃああのここからは記者の皆さんからのご質問を受けたいと思います。あの挙手の上、えー、ご発言お願いします。はい。じゃあお願いします。あマイクが今参ります。え、古いの田中と申します。よろしくお願いいたします。えー、ゼロから前回のゼロから今回あの。 三十九獲得したわけですから、大躍進だと思います。で、私この大躍進の予兆をですね。山本太郎さんと二人で見てたんですが。山本さんに言ったんですよ。太郎さんに。これそう言って。で、上滑りじゃないと思います。この大躍進は上滑りじゃないと思います。ありがとうございます。それでは下、下はここからです。えっ、ー、と、これからね。あの、国政選挙。とかで、あの、全国にね。 この大躍進で全国に足場が39もできたわけですから国政選挙の戦略戦術が違ってくると思うんですよ考えなきゃそれはどうするのかそれともう一つこれだけあの足場ができるところの事務局機能が、えー、強化しないといけないと思うんですがその2つ戦略戦術そして事務局の機能の強化これどうするかお答えください。はい えーまあ、終わったばかりですので、えー、正確なことは今,今申し上げられる段階にはないんですけれども1、まあ、つはその事務局機能ということで申し上げますと、まあ、大石昭子議員と一緒にあの代表選昨年の末挑戦をさせていただいて、えー、ボランティア本部を作るということを掲げて新たな組織作り今あの準備をしているところです。まあ、この地地方村をて全国各地に仲間が えー、地方議員とししして、えー、誕生いたしましたまあ、そうしたところを一つ一つ、まあ、拠点としながらです、ね、さらに草の根の力を広げるそれと同時に、まあ、今回あの統一地方選挙の選対本部として、えー、補佐チームの皆さんや秘書の皆さんが本当に、えー、力を尽くしてくれました、まあ、こうしたあの皆さんと一緒に、えー、どういう形の組織づくりが、えー、可能なのかこれからあの話していきたいというふうに思っています。か,ありますか はい国政選挙もあのまさにこれからですね、あの本当にあの前回以上に、まあ、候補者は擁立をするということは大きな方針として、えー、掲げていますし、えー、今の既存の与党にも野党にも、まあ、忖度をしない、ものを言える、もうぶれない政党として、れいわ新選組が躍進をするしかないと思っておりますので、今回の選挙結果,結果を足場に、えー、さらに展開をしていきたいという決意です。 あ先ほどあのボランティア本部とその事務局機能が、まあ、セットで、えー、進んでいくことになると思いますやはりれいわ新選組の、まあ、この4年目これを作り上げたのはやはりあの草の根の,あの市民の力と党、えー、本部の事務局でしたからここをしっかりボランティア本部の機能を新たに加えて、えー、作り上げていきたいというイメージです、えー、そして、まあ、この間ですねあのオーナーそしてフレンズという、えー、制度を 令和新選組の中に作っていますので、まあこうした人たちも参画しながらの、えー、組織づくりを、えー、考えていきたいと思います。はい、その他いかがでしょうか。はい、じゃあお願いします。あ、ありがとうございます、えー。韓国オーマイニュースの西田と言います。えー、躍進おめでとうございます。で、二点、えー、今回の地方選挙について一点。 もう1点あの日韓関係についいいてお聞きしたいと思います、えー、1点目はれいわ新選組の躍進それから、えー、自民党の候補が勝った選挙区とはいえ千葉の5区であるとか山口の2区であるとかあの日本でも、えー、野党候補の一本化があれば、えー、野党政権もあり得るんじゃないかということも思うんですけども今後の えーそのまあ、主に国政ですね、国政についての、えー、方向性について、展望をお聞きしたいです。で、2点目は、えー、日韓関係についてなんですけれども、えー、韓国のユン・ソンによる大統領が日韓関係を改善して、親日大統領だというふうな報道が日本ではたくさんあります。でもこのの日日という言葉が、えー、日本の国民に 何かか利益をもたらすのかそれとも、えー、今の自民党の政治との間で親和性が高いのではないかと、えー、その点についてあの意見があればあのお願いいいしたいと思います具体的に今問題になっているのは、えー、韓米日日米韓で軍事同盟を結ぶということが今韓国では大きな議論激しい賛成と激しい反対があるんですけども これはあの日本の平和ということについてえどうかということでご意見伺いたいと思います。以上です。ありがとうございます。共同代表の大石昭子です。えっとご質問の一点目は地方選ということでしたけれども、えっとまあ令和は躍進したということと、えっと全国でまあ補選、国政で国政の選挙も衆議院の補選が行われて、えっと。 と、立憲ですかね。経の候補が。勝てなかったものの、非常に前線されたということを。今後の野党共闘。で、どういう展望を感じるかというふうに。あの、ご質問いただいたと思います。ありがとうございます。まあ、あのー。その補選に関しては、令和は。まあ、何もタッチしておりませんので。ここで、令和として、こう頑張ったから。あの、主体的に。野党共闘として総括ということは。 できません一方であの自民党とか公明党または維新政治を許すのかっていうそういう大きなものを問う象徴的な選挙区その補選でもあったと思いますので立憲の例えば有田さんですとかあの統一教会に染められた政治を許すのか許さないのかっていう大きな争点の中で非常に前線されていてまあ私も自分令和はもう令和の 躍進を目指してひたすら走ってたわけですけれどもあの横目で見る形にはなりましたがあの心の中では本当に頑張ってほしいと思っていましたし善戦されたっていうことはあの戦えば本当にあのこの人これはだめなんだと強くその警鐘を鳴らして戦う人っていうのはいい線行くんだなという勇気は私はいただきました。それれが野党党にななるののかかかどどううってていうのはあのからないはわらですけれども党を越えて この国会の中で今、その私は体制翼翼化化が進んでいると、それはその立憲においてもそうだと考えてますけど、ただ、党を超えて心ある、そのガチで戦うっていう議員の方はいろんな党にいらっしゃるっていうのは、国会の中でも見てまいりましたので、心ある議員が国会の中で警鐘を鳴らし、徹底した平和外交とか、統一教会に言われた、歪められた政策を元に戻すとか、正常化するっていうことを。 心ある方々と幅広く手をつなぐというのは常に常に意識し努力していきたいなとそのように思います。えっと日韓関係に関してはすごくあの難しいことをおっしゃっていて、えー、またまず他国の政権のことに関してあまりあの言及するほど熟知しておりませんので、そこは控えたいと考えますけれども、ただこの日本がま日米韓 軍事同盟とか、まあ、またその他もろもろの軍事同盟を深めて、えーまあ、戦争当事国になりにいっているというこの現状は非常に危機ですのであらゆる窓口で徹底した平和外交を目指す党でありたいなと、まあ、抽象的になりますが、まあ、そのような決意でいるということはお伝えしておきます。 あの私からも一言あ言申し上げたいと思います、あのまあ、結果は出なかったとしても、その大接戦となったそれぞれの補選だったと思うんですね、やはりこの間、その岸田政権が一方的な軍事費の、えー、倍増であるとか、あるいは増税だとか、あるいは原発の大推進であるとか、こうしたことにやはりおかしいだろうという声が、あの地域のそれぞれの、えー、有権者の皆さんが、 野党候補の方に変えてくれという思いを込めてあれだけの接戦になったのではないかというふうに受け止めています。であとあの日韓関係含めてですけれどもあの日韓米の軍事同盟になるんじゃないかというご指摘で一方、れいわ新選組はですね専守防衛と徹底的な平和外交これを掲げてこの間、この東アジアがですねこの日韓米と そして中国、北朝鮮、ロシアとこういう分断にさせては絶対にならないそのように思っています、えー、特に、あのー、ずっとこの間、あのー、予算委員会で総理にも私、質疑してますけれども東アジアで核のない安全保障の体制を作るんだということも実際、可能です。 と北東アジア比較地帯構想というのもありますし、えー、よく総理はあのグローバルサウスとか言ってますけれども、南半球にはこうした地域の比較地帯、核兵器国が、えー、その地域には核の威嚇も所有も持ち込みもさせないというようなことが、えー、地域として生まれてるんですね。でですかかから一一方で一部のその国政のあの政党が核核保有とと武装とかあるいは 核抑止の拡大とかですね言ってる政党もありますけれどもとても危険なことだと思いますむしろ東アジアの中のこうした分断構想の中に、えー、もし日韓米の軍事あの強化みたいな軍事同盟強化みたいなことが進めば一番最前線で犠牲になるのは誰かということなんですよ日本人と韓国人の市民が一番その最前線で犠牲になるわけですねこれは絶対に止めなきゃいけないと思います。徹底的な平和外交 本当にその核なき安全保障の枠組みを次の時代を見据えて今こそ手をつなぐべきでありこうした声明を G7、まもなく広島サミットもありますけれども核兵器禁止条約とか北東アジアの非核地帯とかこうしたその被爆者の方も含めた着実な歩みがこの間、進んでいますのでれいわ新選組はそこと連帯してしっかりアジアの平和を守っていきたいと思っています。はい、他に。 ご質問のある方どうぞはいじゃあ読売新聞の岩本と申しますえっとちょっとこれまでにも質問出ましたけれどもあの今後のあの衆院解散総選挙についてですけれどもあの野党共闘であの一緒にですね例えば統一候補として あの他の野党と一緒にあの連携をされる可能性はあるかどうか、その点についてお伺いいたしますはい、あの前回の衆議院選挙でもです、ね、あの消費税、まあ、最低でも5%ということを、それぞれの公約に掲げて、えー、政策実現のために一緒に力を合わせようというプロセスを、えー、歩んだつもりです。 でそれを主導したのが我が党の山本太郎代表だったと私は受け止めてます。ですから、こうしたあの構図でですね、やはりこの政策、これをやるためにやはり市民の皆さんと心を合わせて政権を取りに行くんだということをしっかり他党の皆さんとも、えー、契約あの政策協定など結ぶことができればそうした可能性に近づくのではないかなと思っています。 あ、はい、ありがとうございますあの基本線、同じなんですけれども、まあ、前回からもそうですけれどもやっぱり野党共闘って言った時にその最下層の召集政党というのはま計、あ、経よって言われるだけの対象になりますのでそんなに甘いものではないっていう現実を踏まえたあのまあ、こちらの決定というふうになると思うんですね。ででまあ、私自身ももそそうですけれどもその 例えばどういう,とこどういいう党が立ってくるかかわわらないわけですよねで例えば私は大阪5区ですけど公明党と共産党と私令和ですけどじゃあ次例えば維新が立ってくる可能性も多いわけじゃないですかで私たちの強みは、まあ、それを歓迎するっていうことですよねで野党共闘その時できた方がいいですけどその時にどけよって言われるっていうのが、まあ、前回もそうでしたからだからやはり強みっていうのは 私自身が感じているのはあの絶対チキンレースから降りないっていうところが、まあ、強みだと思っています。場合によっちゃそれ10%という得票率が起ってあのそもそも上がれないと勝てないという可能性もあるわけですよね。でもだからって関係ないんですよ、まあ、正直勝つか負けるかじゃないんでチキンレースからは絶対に降りないと自分の意思を貫きそこの,その政治勢力を令和を拡大させると。 そこの土地を耕すのだっていう、まあ、強い意志こそが令和の強みだと考えていますので、まあ、その強みを生かしてチキンレースからは絶対に降りないというところで、まあ、まずそこを大前提にしてできる野党共闘というものに誠実に取り組んでいきたいなという次第ですはいそれでは他のご質問ある方お願いします。 どうぞ、お願いします。で、イリースポーツ杉田と申します。よろしくお願いします。あの、統一地方選挙なんですけども、あの、くしぶちさん、大井さんから見られて、なんか。あの、なんというかね、予想外の結果になった、ここ、ちょっと、うん、と思ってたのに、勝ったとか。ここ、いけるなとも、ちょっと、及ばなかったみたいなところがあれば、ちょっと、教えていただければと思います。ありがとうございます。あの。 細かく全,全ての選挙区まだ見てないんですけれどもえ予想以上にその上位当選え果たさせていただいたところがえいくつもあるということとあと一方でですねあのえ一番最後の議席をえ自民党の現職と争って競り勝ったっていうところもあるんですねですのであのそうしたあの激しいあのギリギリの線でむしろ既存政党の現職と 競い、えー、入れ替わったというようなことはあのー、あまり想像してませんでしたので、えー、一つの,あの受け止めです、はいあのーまあ、私自体が4年前に大阪府庁,あの大阪府庁を辞めて大阪府議で無所属で立候補してで落選してるんですよね、4年前の統一地方選挙でで,ですから私自身が、まあ、選挙のいまだに素人なんですよ。 その4年前も私は勝つと思ってましたしだからなんていうか自分の予想っていうのは、まあ、もう選挙において当たるっていう考えはない,ないんですなのでそのもう最大限まず挑戦者ですから最大限もう負けるんだ負けるんだとこれをやらないと負けるんだっていう思いでやれるだけのことをやってそして勝率半々なんだと思っていますので、まあ、あの予想に反した結果 どうかっていうところでは常に自分の予想は信じていないんですけどもでただ蓋を開けてみて本当にその東京関東を中心に私が思っていたのとは違うあのたくさんの仲間が当選してくれたとこれはあの本当に2011年に山本太郎が政治の世界に飛び込みでその東京関東っていうその山本太郎の本拠地その拠点で これだけの仲間を生み,出した生み出すことができたというのは本当に一つその令和の理念だったりその草の根っていう意思が一つ結実したんだなっていうことにあの本当に感動してこれは正直予想外です、まあ、次の課題としてはやはり近畿、まあ、私があのエリアの責任者をやっていますけれども非常に厳しい結果ではあったと思います。まあ、これは予予想想外外かとというと予想外では ありませんそれだけその何かやってくれるという期待というその流動的な票が、まあ、維新に主には入るというそういうベースの地において、まあ、当然厳しい結果になったともともとそういうベースなのでもともとの令和の支持率も相対的に低いのでもともとそのエリアはハードルが高いし、まあ、その結果になるという意味では、まあ、予,想予想外でもないとは言えますけどでもやはり。 あのすすごく悔しいですね私のやるべきことは本当に悔しいなぁとそしていろんな現場で応援に行かせてもらったその地で一生懸命そのもう装備が少ない中でチラシを配ったり支援者がその候補者を支えてくれたその後ろ姿を見てあのその感謝そしてその報い報えなかったことに非常に申し訳ないなっていう気持ちを次 どう生かしていくのかと、まあ、不毛地帯、大阪を耕すことが今から始まったというふうに受け止めまして、えー、諦めずに令和を耕していきたいと、まあ、そのような決意でおりますあの予,想予想から比較ということだったんで、もう一言だけ、あの今、大石さんがあの首都圏についてあのコメントしてくれましたけれども、えー、ちょうどこの4月が、令和新選組が,組が発足して4年目なんですね。 ちょうど4年で迎えた統一地方選挙ですですからこの間そのたった一人で山本太郎代表が立ち上げた政党が4年たって国政に8名国会議員を生み出したわけですけども結構その予想で言うとまあ 山本太郎代表の、まあ、一人の空中戦だからみたいな結構悪口も含めてえこれ以上伸びないんじゃないかみたいなことを言われ、まあ、我々もですね本当にそこはあの受け止めつつあの今回の地方選望む時も本当に厳しい戦いをお覚悟しての、えー、選挙戦のスタートでありましたですから、まあ、本当にあの一つ一つ、まあ、私も東京の中は全選挙区もありましたけれどもおこの間の 4年間の令和新選組を支えてくれたボランティアの仲間たちやあるいは支援者の皆さんが本当に手作りの選挙で厳しくても本当に熱意を持って政治を変えるんだ政治は希望なんだそのことを力を合わせれば心を合わせれば確実な結果は出せるんだということを逆に勇気をもらった選挙でもありました。 ですからあの予想的には大変厳しい戦いになるだろうということに反して、まあ、結果が出せたとあの首都圏は特に代表の選挙区ということもあって出せたことは大きかったと思いますしただ一方で地方になればなるほど大石さんからもありましたけれどもれいわ新選組の旗掲げるだけでもすごい勇気だったと思うんですね。でそこににチャレンジを果敢にしてくれた あの候補者やえ仲間たちには本当に感謝しかないというつもりでこれがあの最初のステップとしてまだまだここからがスタートそのように思っていますはいその他いかがでしょうかよろしいですかまあ朝鮮以外のことでもいいですけどよろしいですかはい それではあのこれであの不定例記者会見を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。